どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、半年前ぐらいになると思うんですけども、こちらの動画でカタール航空のね5000マイル獲得された方いらっしゃると思うんですよね。まあ私もね、あの会員登録してね、これ5000マイルもらえるキャンペーンだったんですけども、私もね会員登録して5000マイルね獲得したんですよね。でこのカタール航空のね、あの必要マイル数っていうのは、まあ、あの5000マイルってねそのまま使うことができなくて、本当にねもらうだけの動画ですみたいな感じで、まあこちらの動画出させていただいたわけなんですけども、先日ですねこのカタール航空がですね、マイレージサービスをブリティッシュエアウェイズのねアビオスにしますっていうね発表をちょっと前にしたんですよね。確か動画では多分触れなかったと思うんですけども、まあこれがですねちょっと前に発表されて、でいつ変わるのかななんていうふうに思ってたんですけども、先日ねこのカタール航空のねマイルがアビオスにね変わる、まあその移行できるようになっておりまして、またねこのアカウント自体もですねブリティッシュエアウェイズのねマイルに、まあ、統合できるようになりましたので、今回の動画ではですねこのねカタール航空のマイルをねアビオスに変更していただいて、またねブリティッシュエアウェイズのマイレージサービスにね統合までですね実際にねやっていきたいなと思います。ということで、まずねブリティッシュエアウェイズのアビオスって何ですかっていう話なんですけども、このブリティッシュエアウェイズのアビオスっていうのはですね、昔からマイルね集められている方はね知ってると思うんですけども、ブリティッシュエアウェイズのマイレージサービスがですねアビオスっていうね名前なんですよね。で今回ねカタール航空がこのアビオスをね導入するということで、ブリティッシュエアウェイズのねこのアビオスっていうのは今回ねカタール航空が利用するっていうのも発表になりましたけども、それ以外にもですねエビリア航空もこのアビオスをね導入しているっていう風になりますんで、おそらくね3つの航空会社がねこのアビオスっていうねマイレージプログラムを利用しているっていった形になるんですよね。でこのブリティッシュエアウェイズはですね、JAL と同じワンワールドっていうアライアンスにね加盟しているっていう風になりますんで、まあ、今回ですねカタール航空のマイル9マイルがブリティッシュエアウェイズのアビオスにね、まあ、移行できるっていう風になりますんで、ブリティッシュエアウェイズのアビオスはですね JAL のね特典航空券を発券できるっていった形になるんですよね。でこのブリティッシュエアウェイズのアビオスにすればですね JAL のね特典航空券ね発券することはできるんですけども、すごい昔3年前ぐらいまではですねこのブリティッシュエアウェイズのアビオスっていうのはめちゃくちゃお得だったんですよ。650マイル区間っていう羽田から函館、札幌、福岡入るかな、福岡ちょっと入んないかもしれないですけども、まあその650マイル区間っていうところがですね4500マイルでね発見することができたんですよね。片道めちゃくちゃお得じゃないですか。これが JAL だと7500マイル区間なんですけども、まあ、こういったところもですね4500マイルでね発見することができたわけなんですけども、まあお得なものはねどんどん解約ということで、こちら本当に解約に次ぐ解約で、まあ、現在はですねこの羽田札幌とかね函館とか、まあ、そういった路線はね7500マイルまで解約になってしまって、またね7500マイルになってしまったので、まあ、JAL とねほぼ一緒、もしくは、まあ、JAL の方がね少しお得みたいなね少ないマイルになったりっていうね、まあ、そんな感じにねこのブリティッシュエアウェイズのねマイルはなってしまって、だからまあ最近始めた人でねこのブリティッシュエアウェイズのマイルをね貯められている方っていうのは、まあ、ほとんどねいらっしゃらないかなというふうに思うんですけども、まあ、今回ねカタール航空のこの5000マイルもらった方はですねあと2500マイルね足せば、まあ、国内線のですね片道の航空券ね発券することができますんで、まあやっといてね、まあ、損はないかなっていうふうに思いますのと、またねこのブリティッシュエアウェイズのマイルっていうのはホテルのねマリオットポイントだったり IHG だったりね、そういったホテルポイントからもねこのブリティッシュエアウェイズのねマイルに交換することができますし、またねアメックスのクレジットカードありますよね、プロパーの、グリーンとかゴールドとかプラチナ、あとスカイトラベラーとかもそうだと思うんですけども、アメックスリワードポイントっていうポイントが使われているプログラムはこのねブリティッシュエアウェイズのマイルにもですね交換することができますし、三井住友カードのね V ポイント、こちらもですね2ポイント1マイルでねこのブリティッシュエアウェイズにね交換することができるっていう風になりますんで、まあ個人的にはですねこのブリティッシュエアウェイズのアビオスっていうのは、まあ国内特典航空券ね7500マイルまで必要マイル数ね上がってしまう
まったので、まあ、すごいね使いやすいかっていうと、まあ、そうでもないんですけども、ロンドン、まあ、ブリティッシュエアウェイズはね、まあ、ロンドンヒースローが確か拠点の空港だったと思うんですけども、羽田からですねロンドンヒースローまでこちらエコノミークラスにはなるわけなんですけども、片道9750マイルアビオスでですね発見できるキャンペーンがですねこちら毎年行われてるんですよね。ちょっとね今年ここ1年間は多分見てないかもしれないんですけども、1年半前ぐらいまではねこれあったんですよね。で年にね2回ぐらいねあったキャンペーンっていう風になりますんで、まあ、もしかしたらですね今後もねこういったキャンペーンがね行われるのではないのかなっていう風に思いますので、まあ、個人的にはね2万アビオスぐらいはね持っといても、まあ、いいのではないのかなっていう風に思ってるんですよね。羽田ロンドン9750アビオスでね行けたらかなりお得ですよね。またねこのブリティッシュエアウェイズのアビオスっていうのはですね有効期限が一応3年間っていうね風に決まってるんですよね。36ヶ月3年間あってますよね。で36ヶ月っていうね期間は決まってるんですけども、こちら使っていただいたりですね、もしくは加算されるとですねこの36ヶ月がずっとね延長されていきますので、まあほぼね実質無期限みたいな感じなんですよね。その有効期限が切れそうみたいな感じになったらですね、マリオットポイントからちょっと移行したりとかね、アメックスのポイントがちょっと移行したりとか、また V ポイントから移行したりみたいな、そういった感じでちょっと移行すればねまたそこから3年みたいな感じになりますんで、またね特典航空券もユナイテッド航空のねマイレージプラスと同じようにですねダリンでもね発見することができるっていった形になってるんですよね。まあそんな感じのねブリティッシュエアウェイズなんですけども、まあ今回ねカタール航空のねマイルが、まあ、ブリティッシュエアウェイズのねアビオスになるということで、5000マイルねある方はですねぜひねやってみていただければなと思います。それではね実際にやっていきたいなと思うんですけども、今回ですねこのカタール航空のマイルをブリティッシュエアウェイズの方の、VA のアビオスにリンクさせて、最終的にはねブリティッシュエアウェイズの方にこのカタール航空のマイルをね統合していきたいなと思うんですけども、この画面ね今出てると思うんですけども、この画面がですねこのビューマイアビオスバランスっていうのがね出てますよね。これですね最初私出てこなくて、これね右上の方にですね人のマークがあって、その隣にねイングリッシュって書いてあると思うんですけども、これがですね最初は私日本になってたんですよね。ジャパンみたいな JP だったかな、ちょっと覚えてないですけども、これになってるとですねこの文言がね出てこない場合があるみたいなんですよね。私もね出てこないなと思って、どうやってリンクするんだろうと思ってたらですね、これ英語に変えたらねこのリンク出てくるっていう風になりますんで、もしね出てこないよっていう方はですね概要欄にね公式サイトを載せておきますので、そこからアクセスしていただきたいんですけども、もしねできなかったらちょっとね名前の横のと人のマークの横のところをね見ていただいて、英語になってない日本になってないかですねちょっとチェックしてみていただければなと思います。ではね次行きましょう。このビューマイバランスっていうねクリックしていきます。で次のページに行くと、今ねカタール航空のマイルがね5000マイルねキャンペーンでもらったのがありますんで、これをねブリティッシュエアウェイズのアビオスにねリンクさせていきます。下のねブリティッシュエアウェイズエグゼクティブクラブっていうねところに矢印があると思いますので、こちらをねクリックしていきます。そうするとですね、英語でババババって書いてあると思うんですけども、リンクアカウントっていうのがね、下にあると思いますので、こちらをね、クリックしていきます。そうするとですね、次にブリティッシュエアウェイズのログインになりますんで、ログインね、していきましょう。で、中に入るとですね、携帯電話のね、番号の認証が入りますんで、こちらね、多分先頭の Q をね、私は抜いてやったんですけど、多分それじゃないと届かないと思いますんで、090で入れたらね多分届かないと思うので、先頭の9ね抜いて入れていただければなと思います。そうするとねエンターコードみたいなのがねSNS でね届いて、それをね入力していきます。でこちらでですねこのコードをねコピーしていただいて、コンティニューをね押していただきます。そうするとですねコングラチュレーションということで、Your Privilege Club and British Airwaysエグゼクティブクラブアカウントは Now リンクでということで、これでねリンクが完了したっていった形になります。で終わるとですねこんな感じになりまして、私はですねブリティッシュエアウェイズのマイルに650マイルね残っておりましたので、今回5000マイルねカタール航空のマイルがありましたので、合計ね5650マイルっていった形になります。これでですねカタール航空のマイルとブリティッシュエアウェイズのねアビオスが、リンクしたっていった形になります。でですね、
ブリティッシュエアウェイズの方のマイルでこのカタール航空の5000マイルをね使いたい場合、まあ今はねリンクしただけでまだねブリティッシュエアウェイズの方でこのマイルがね使えるようになっておりませんので、まあ統合みたいなのをねしていきたいなと思います。ではね、カタール航空のね、こちらアプリの画面なんですけども、まあ、もしね、アプリ入れられてない方はですね、アプリね、ダウンロードしてログインして、この画面でね、やっていただきたいなと思うんですけども、ちょっとここにね、画面出してやっていきます。まずね、右下のプロフィールを押していただきます。そうするとですね、名前等々ね、カタール航空のね、会員番号とか出てると思うんですけども、下にね、アビオスで5650マイルっていうのがね、あると思います。でですね、まずね、マイルをクリックしていただいて、そうするとですね、こんな感じのね、先ほどの画面になりますので、で、こちらでですね、下の方にね、スクロールしていただくと、コンビニアビオスって呼ぶのかな?ちょっと読み方わかんないんですけども、こちらをね、クリックしていただきます。そうするとですね、このカタール航空と、ブリティッシュエアウェイズのね、マイルを統合することがね、できるっていう風になりますんで、私はね、カタール航空のマイレージをアビオスにね、移行したいので、これをね、逆にしますよね。よいしょ。そうすると、アビオス、カタール航空のアビオスから、ブリティッシュエアウェイズのアビオスになりまして、移行ポイント、マイルですね。これが5000。移行したいので、5000ですね。まあ、これで、ムーブマイアビオスということで、こちらをね、押します。そうすると、コングラチュレーションということで、You have moved 5000 Avios your executive club account ということで、まあこれでですね、カタール航空の5000 Avios がブリティッシュアウェイズのね、5000 Avios になったっていった形になります。でですね、こちらね、ブリティッシュアウェイズのね、アプリ画面なんですけども、今ね、650マイルということで、まだ入ってきてないですよね。これを更新すると、入りましたね。はい、5650アビオスということで、これでですね、カタール航空の5000マイルがブリティッシュアウェイズのね、アカウントに入ったっていった形になりますんで、これでね、まあまだね、5650アビオスなので、まあ7500までね、貯めないと、まあ JAL の特典航空券にはね、交換することができないんですけども、まあこんな感じでね、やっていただければな、というふうに思います。ということで今回ですね、カタール航空のマイレージサービスがですね、アビオスになりましたということで、カタール航空のマイルとブリティッシュアウェイズのマイル、こちらのね、リンクやらせていただいて、またね、カタール航空のね、マイルをブリティッシュアウェイズのね、マイルに移行するっていうのをね、やらせていただきました。まあ今回ですね、カタール航空のね、マイル5000マイルね、キャンペーンでもらった方であったりですね、カタール航空のマイルがね、ある方はですね、まあこんな感じでね、やっていただければなと、思います。まあ、今回ですね、移行させていただきましたけども、まあ、ブリティッシュエアウェイズのね、キャンペーンとかも、まあ、今後ね、どんどんまた海外行けるようなね、雰囲気になってきておりますので、まあ、キャンペーン来たらね、その時に使えるようにね、ぜひしといていただければなと思います。いや、羽田ロンドンとかね、9750アビオスをね、ちょっと行きたいですよね。まあ、ロンドンということで、まあ、所税がですね、かなり高そうな感じはするんですけども、まあ、でもね、航空券それでエコノミークラスではありますけど、まあ、それでいけるんだったらね、結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。